ここへ入る前にうちの事務所の師匠から言われました。河原会長からもよく言われております。もう新聞テレビのお話のような話はしなくていい。一回お前がこの政治活動の中でやってきた話をきちっとしろ、こう言われました。都議会師匠は60年に出させていただいてから今日まで長い長い歳月が流れたわけでありますが、昨日のようであります。北の方から申し上げます。そんなこんな話し出せばキリがないほどやったことがあります。やりました。しかしそれはどれ一つとして私一人がやったわけではない。いつでもどこでもお前が言うんだったら協力をするよとこう言ってくれる仲間がいたからできた話であります。大きな大きな税を使わせていただきました。私の私財を投じてやった仕事は一つもない。やっぱり皆さん、私は古い人間かもしれません。受けた恩は石に刻め、そして施した恩は砂にかけ、これが私のおばあちゃんが教えた言葉です。政治家が自分がこれをやったあれをやったという時代は決していい政治が行われている時代ではないと思います。どこかで見てくれてる人がいる、それを信じて余計なことは言わないというのが私の信条であります。西武線もそうなんです。国とも何回も西武とも何回も交渉を重ねて今日の姿になっております。そうした政治家の努力、当たり前だと思ってるんです。それが自分の仕事なんだからやるのが当たり前です。やったことは堂々と言え、こう言われました。それでも私はなかなか今日初めてです、皆さんの前でこんな話をさせていただくのは。しかしそうした努力というのは、皆さんね、私たちの時代に芽生えた夢だけではない。私たちの先輩方がずっとずっと持ち続けた夢、それが今できるんだから今やろう、30年かけた仕事を今できる喜びを感じながらやろうというのが自民党なんです。お金のない私をここまで育てていただいた、父を支持していただいた皆さん方に応えたいし、私を支持いただいた人たちの誇りとプライドを傷つけるわけにいかない。いい候補者でなくちゃいけない、いい政治家でなくちゃいけない、こう思って過ごしております。今後もその気持ちだけは変わりません。どうか皆さん、今回は助けていただきますよ、助けていただきますよ、お願いを申し上げ、これを挨拶いたします。ありがとうございました。お世話になりました。松本宮津からのお伝えお願いでございました。どうぞよろしくお願いいたします。